ちょっとさ、ひもさん入るか座ってくれる？みさこちゃん、こちら、ババン。謎の箱っぽい箱に見せかけて、はい、別に特に謎でもない箱です、これは。ただの箱ってこと？そうです。なぜなら僕が注文して買ったからです。はい。これをね、開封したいと思います。中身は何だと思いますか？私着払いで払いましたよ。ちょっと待って、俺が寝てたもんで、ね、ありがとうございます。めっちゃ早朝に起こされたんですけど。大変申し訳ございません。はい、これはですね、ナタリーストアさんで買いました。うん。これね、何を買ったかっていうと、結構前に買ったんですけど、4月ぐらいかな。うん、4月、5月頭ぐらいに買ったもので、ででれんでんでん。バン。服です。おー。まあ、この時期にはちょっとだいぶ暑いんですけど、パーカーを2つと、ロング T シャツを2つ買いまして。ほんまにこの時期にいらんやつやん。そうそうそう。まあ、冬に向けてというか。だいぶ早く。ただ、なんか受注生産限定みたいなやつで、これどうしても欲しくて。僕の大好きなドラゴンボールのコラボグッズなんだ、うん、そうで、ドラゴンボールのコラボグッズってなんかいつも不足完売するの、エクストララージとかで、うん、T シャツとかね、パーカーとか過去あったんだけど、うん、もう発売して初日にもう速攻で売り切れるみたいな、発売してから1分であのショッピングのサイト終わるみたいな。そんなに。朝もめちゃくちゃ早くから並んで大行列の中買うみたいな。うんうん、もう転売屋が湧きまくっちゃって、あ、一着なんか1万円とかなのに5万円ぐらいで売られてる。最悪やな。そう、最悪なんだけど、これはね、だいぶ安く買えて、しかも受注生産だから、いや確か受注生産、嘘だ、違かったらごめん。だから絶対手に入るね。これはね、パーカーです。まずちょっとパーカー見ていきましょう。バババン、ロマンティック。お、ロマンティックといえばブルマや。そうです、これはね、しかもさ、カプセルコーポレーションみたいなシーンになって、あ、そう、正解。おお、これね、このパーカーなんだけど裏がめっちゃ良くて、うん、ほら、うわー、初期ブルマめっちゃ良くない？これめっちゃ可愛いやん。めっちゃちょうだい、ありがとう。え、ありがとう。え、着る？うん、着る。まあ全然いいけどね。どうせ転売するんやろ？いや、転売するか。これ買いました。へぇ、めっちゃいいやん。めっちゃ良くない？あ、しかもめっ、うわ、裏地が肝だ。絶対この生地好き。熱っ。ほら、これ裏地が肝。この、手触りわかるから。あー、肝肝。肝肝肝肝、御堂筋。御堂筋。上辺だ。ちょっとさ、この前みたいにさ、着てきまーすでジャンプとかしてくれ。あ、確かに。もっちゃり着替えない。もっちゃり着替えちゃった。元の外着替えちゃった。カメラの前で。恐縮です。あ、めっちゃいいやん。どう？ぴったりぴったり。ちょっとこれも大きめに買ったんですけど。うんうんうん。XL。うわー、いいね。めっちゃ良くない？ちょっと、ブルマと出して。わー、いいですね。鏡見てきて。あ、ちょっと、え、ちょっと。見てきや、めっちゃいいわ。めっちゃいいよこれ。気になりすぎて。さすがにね、これはあのユニクロのあの T シャツは、うん、あ、ちょっと良さげだなみたいな感じで買ったけど、うん、これはガチンコのガチで、うん、これはこう、ちょっとさ、ひもさん入るか座ってくれる？ひまい。これはもうガチンコのガチで欲しかった、めちゃくちゃに欲しい、俺の欲しいの中のもうこんぐらい高かったから買ってしまいました。こんぐらいがよくわからないんだけど。最低ランクもだいぶ上、上の高さから始まったで。そう、これは冬にめっちゃ着るでしょうね、俺はよ、おそらく。めちゃくちゃ着ると思います。ロンゲ、気つけろ。やめて。この上で、しっこせ。で、これ、このパーカー、ロマンティックパーカー、1種類だけじゃないんですよ。なんと4種類。出てて、全部違うデザインで、あ、ロンク箱に入らないで。ロンク箱に入らないで。4種類あって、うん、かつこのブルマのやつも黒とグレーがあったのよ、うん、で、俺は黒のパーカーが結構欲しかったから両方黒を買ったんですよ、うん、
もう一着。4種類っていうことは、うん、つまり、でね、これもロマンティック。おお。これ字体が違うでしょ。うん、違う。4種類違う字体のロマンティックがあって、うんうん、ロマンティックということはまあヒロインキャラですよね。うん。ドラゴンボールの4大ヒロインキャラだよ。あ、ブルマじゃないんや。そう、ブルマじゃないんですよ。ブルマだけじゃないんですよ。4人。4人ちょっと待ってよ。うん、女キャラやんな。うん、まあ、父、うん、あと、パン、で、ビーデル。デビルじゃないや。ビーデル。あ、ビーデル違います。ビーデルとパンはいません。昔のキャラ昔のキャラ。あ、たまに来るアラレちゃんじゃあす。まあいいや、それ見して、正解見してよ。これは、この文字と言ったら。あ、わかった。何 ?18 号や。違います。あ、18号あったら欲しかったけどね。買ってたけど。これでーす。あー、ランチさん。ランチさんでーす。いいねー。しかも、ノリノリな時。めっちゃ良くないこれ。これも。めっちゃいいよ。めっちゃいいでしょ。まあ、正解は、ランチさん、ブルマ、で、あと、父。うん、ランチ、ブルマ、チチ、で、マイです。あ、マイか。ドラゴンボールスーパーは。まあ、スーパーで人気になりましたよね、大人マイは。でも、マイはね、こっちの方だから。ドラゴンボール。あー、スーパーの方じゃないや。そうそうそう。ドラゴンボールの、そう、これ Z のコラボじゃないんだよ、多分。ドラゴンボールのコラボ。あ、だから古い方なんよね。そう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 。だから、マイも、その、うん、スーパーの方じゃなくて、うん、ドラゴンボールの時の。でも前はさ、スーパーがあったからヒロインに選ばれたようなもんやのにな。まあ、ぶっちゃけそうだよね。めちゃくちゃモブだもんね。だってさ、トランクスとさ、ラブラブになったんスーパーやで。意味わかんないね、あれ。全然。いや、いいんだけどさ。年齢さ、ぐっちゃぐちゃやで。でもそのね、ドラゴンスーパーの時ちっちゃくなったさ、うん、その前がさ、子供になっちゃった前がさ、うん、少年トランクスと恋するみたいなシーンがあった、うんうんうん、そこからあるんですよね。はい、これ。まあ、これは着ないでいいですか。同じです。着とくか。一応着とこうか。うん。よいしょ。生着替え。はい。はい。いいですね。いいでしょ。クリーピーナッツ。あ、それよく俺が着てるやつね。黒赤のね。そう、これいいよね。うん。じゃん。うん、いいね。いいでしょ。かわいい。これはね、ドラゴンボールのグッズってさ、普段使い着るってなると、ドラゴンボール色が強すぎるあまりに、うんうんうん、あるね。おしゃれではない。ワンピースとかも、そう、どでかくキャラが、センターにドカーンっていうのあるね。そう、ちょっと恥ずかしくなっちゃうみたいな。確かに、それに比べてエヴァはおしゃれなやつしかないで。エヴァね。そう、これもおしゃれでしょ、でも。うん、おしゃれ。そう、おしゃれね。そう、それだから買ったんですよ。確かにドラゴンボールって、うん、古いほどおしゃれに見えるね。あ、そうだよね。うん。だいたいおしゃれなデザインで Z の前だな。これで、ゴジータとかやったらちょっとね。ね、ちょっとね。違うもんね。そうそうそう。で、ちなみにほら、落ち着いちゃって。ゴミに。お前それ、どうやって上に敷いたの？ゴミ背負ってるで、ロン君。ゴミどうやってそこ入った？これ隠れてるつもりかな？あっつ。待って、ちょっとね、パーカーはね、やっぱ値段がこれ、6000円ぐらいなんだよ。うん。パーカーにしては安いじゃん。うんうん。あ、でも肝あるやろ。そう、肝で。まあ、秋ぐらいかな。冬の終わりまで着れるそうな感じです。この上に羽織るのも多分いい感じ。うん、で、これ。おぉ。まだありますか。はい、まだあります。こちら。これはですね、俺が結構着てるロング T シャツですね。ロン T。これもドラゴンボール。ドラゴンボールって書いてあるじゃないですか。これ裏めっちゃいいから。おぉ。裏。バン。うわー、父ってちっちゃい時の父？そうそうそう。え、めっちゃいいやん。そう、ちっちゃい時の父さ、めっちゃ良くない？かわいいかわいい。一番かわいい。絶世紀。ね、あ、娘は思った。ごくと会った時。天下一武道会で、うん、結婚すっかーの時もいいよね。あの時も可愛いよね。うん、チャイナドレスみたいな。そうそうそう。ご飯が生まれてからやっぱね、教育ママになったから。そうなんだよね。あそこから一気にな、父の好感度下がってるからな。でもな、大人になってわかる父の気持ち。まあね、子供がね、
好きなんだよ、ちっちゃい。いやいやで。大事なんだよね。そう。でね、悟空のこともね、一番心配してんだよね。そうそう。だって悟空はニートやか、嫌やわ。あの、スーパーサイヤ人ってさ、ドラゴンボールの話になっちゃうけどさ、うん、セル編でさ、精神届く時の部屋に入って、うん、帰ってきてスーパーサイヤ人の状態維持してピクニックする時とかいいんだよね。うんうんうん。平和だな、みたいな。うん、平和界のね。甘いはあれか、大人の方なんや。そう、これはだから、あれだよ、ドラゴンボール、初期ドラゴンボールだから。うんうん、あ、そっか。そうそうそう、この時のもの。これいい、このブルマ可愛いわ。可愛い。ランチさん久しぶりに見たな。いいよね、ランチさん。ランチさんおっとりした時も好きだけどね。うんうんうん。ちょっとこれ着替えていきます。はい。いや、せーの。いや、突然のことやったからちょっと頭切れた。あ、いいね。あ、いいわ、私これが一番好きや。いいっしょ、これ。これはね、今回ね、どの商品もデザインがすごい良かったです。うん。で、最後ちょっと。実は。うん。アクリルキーホルダー買っちゃいました。あー、かわいい。このブルマがちょっとかわいすぎたので。かわいい。これはちょっとカバンにつけたいと思います。いいね。ブルマ好きなんや。ブルマ好き。ドラゴンボールのヒロインのキャラで一番好きなのはブルマかな。え、本当に？うん、まあ、ブルマみたいな性格の人が一番好きだったもんね。あー、もうあれや、キャリアウーマンだ。サバサバしてる。なんかサバってしてるっていうか、こうなんだろうな、可愛いところもあるじゃん。うん、可愛いところもあるしさ、まあサバっとして頼りにもなるし、うんうん、頼りになるって発想が紐の発想もうベジータも紐やしな。はい、というわけで、今回はすごいいい買い物をしました。まぁ、ちょっと今はこのパーカー着ないと思うんで、うん、半年後ぐらいに多分俺が動画で着てることでしょう。はい。うん、それを見たときは、あの動画のやつかと思ってください。はい。おすすめです。これ今でも買えんのかな？ちょっとは見ないとわかんないんですけど、うん、一応概要欄にリンク載っけときますわ、うん。もしかしたら買えないかも。うん、ただ、ナタリーストアさん、俺が買ったそのナタリーストアは、結構こういうキャラクターのコラボをゴリゴリにやってて、これいい商品があるので、ね、チェックしてみてくださいよ。アニメ、血の輪立ちコラボとかやってる？血の輪立ちコラボ、え、血の輪立ちってあの、やべえ漫画じゃない？うん。やってる？押見修造さんのやつだよね。森の朝顔コラボとかやってる？いやいやいや、やるか。死刑囚の、死刑囚の漫画じゃそれ。森の朝顔。いい漫画だけどね、二つとも。森、いや、ワンチャン血の輪立ちコラボはちょっと欲しいけどね。あの、お母さんの声。お母さんめっちゃ怖いから。お母さんの声って。子供でかかって、子供ビク。血の輪立ち読んだことないと全然わかんないから。おすすめです。おすすめ。その、このチャンネルで好きな漫画トップ3というか、最近読んで良かった漫画トップ3とか、そういうランキングの動画を上げてみたいなと。うん。どう？うん、いいと思う。いきなり。じゃあ今日は以上です。この動画良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今の動画外で言うことじゃない。